ブンデスリーが第3節のホルシュタイン・キール VS バイエルンが14日に行われ、1対6でバイエルンが圧勝した。ホルシュタイン・キールのは町のシュートは64分までプレーしている。王座奪還へ開幕連勝スタートを切ったバイエルンは、直近のフライブルク戦からスタメンを3人変更。オリーズやパブロビッチ、テルラに変えてコマン。 パリーニャ、V をスタメンで起用した。一方、ブンデスリーが初勝利を目指すキールは、マチノが3、3の4の1に、2のにトップ左で先発となった。開始14秒でムシアラがネットを揺らしたバイエルンは、7分にも自陣ボックス内でボールを受けたホルトビーのパスをニャブリがカットすると、こぼれ球に反応したケインがダイレクトシュートをゴール左隅に流し込んだ。 連続ゴールで主導権を握ったバイエルンは13分、ヤボルチェクのバックパスをカットしたムシアラが、ボックス右深くから中に切り込みクロス。これがレンベルグのオーンゴールを誘い、3点目を奪った。攻撃の手を緩めないバイエルンは、43分にも自陣からのロングパスで左サイドを抜け出したコマンが一気にカウンターを仕掛けると、 最後は中央への折り返しをペナルティアーク付近で収めたケインがワントラップからゴール右隅にシュートを流し込み、4対0で前半を終えた。迎えた後半も立ち上がりから劣勢の時間が続くキールは、64分にマチノを下げてアルプを投入。するとバイエルンは64分、ボックス左手前でボールを受けたアルフォンソ・デービスがカットインからシュート。 これは GK ウェーナーが引いたが、こぼれ球をオリーズが左足ボレーでゴールに流し込んだ。その後、キールは82分左サイドを抜け出したプハチのクロスからギゴビッチがヘディングシュートで流し込み1点を返すが、89分にヨハンソンがボックス内でケインを倒して PK を献上。これをケインが決め、ハットトリック達成。 結局、試合はそのまま16で終了した。ホルシュタイン・キール1、6バイエルン・ホルシュタイン・キール、アルミン・ギゴビッチ、537、バイエルン・ジャマル・ムシアラ、全1、ハリー・ケイン、全7、オージー、全13、ハリー・ケイン、全43、マイケル・オーリーズ、520、ハリー・ケイン、四十六 PK、